兵団は女型の巨人の正体であるアニレオンハートを拘束したが、強固な水晶体に包まれた彼女から情報を得ることはかなわなかった。一方、作戦中に壁が崩れたことで壁の中に潜む巨人の存在が明らかとなったが、その衝撃的な事実が公にされることはなかった。そして女型の巨人捕獲作戦の決行前、調査兵団は女型の巨人の共謀者を探るため、新兵の一部をウォールローゼ南方の施設に隔離し、ミケ・ザカリアスら手だれの兵士たちに監視させていた。女型の巨人捕獲に貢献した彼はエルヴィンの命を受け、作戦成功をミケたちに伝えるべく短期で隔離施設に向かっていた。そんな彼を思いもよらない事態が待ち受ける。本当にあの子たちの中にアニレオンハートの共謀者は？さあどうだろうな。だが無視できる確率ではない。こっから南に行くと俺の村が近いんだぜ。私の故郷も近いですね。南方より巨人が多数接近、こっちに向かって歩いてきてる。直ちに馬に乗り付近の集落を回って住民を避難させなさい。南方から。壁は破壊されたと捉えるべきなのかな。私たち人類は負けた。いや、まだだ。人は戦うことをやめたとき初めて敗北する。戦い続ける限りはまだ負けてない。巨人のことか。すまん、こちらの状況もそれどころではない。ウォールローゼが突破されたかもしれないんだ。ここを切り抜けてから聞く。お前が完全装備でここへ来たのは幸運だった。手を貸してもらうぞ。いいな。104機と武装兵で構成した班を東西南北の4班に分ける。戦闘は可能な限り回避し、情報の拡散に努めよう。人や集落を発見次第離散していけ。なお南班と西班は破壊箇所を特定する任務を兼ねる。誰かこの地域に詳しい者はいるか？はい、北の森に故郷があります。その辺りの地形は知ってます。あとコネイも。南に俺の村があります。巨人が来た方向に近くを案内できます。その後俺の村に行かせてください。そりゃもう行ったところで無駄でしょうけど、でも行かなきゃいけないんです。分かった。南班の案内はお前に任せたぞ。近いな。武装している者は手を貸せ。巨人の注意を引く。その間に
爆弾機を先発させろ。了解。お前は俺たちの援護に回れ。戦う覚悟はできているな。頼もしい。それぞれ行動を開始しろ。無防備なままこの状況に追い出してしまった。ああ、情けないところは見せられない。さあ、まずは接近する巨人を討伐するぞ。やっとですか。俺が巨人を引きつける。お前たちは104機を守れ。ミケ分隊長がおとりになったの？一人で行くなんて無茶よ。ミケさんを信じろ。調査兵団でリヴァイ兵長に次ぐ実力者だぞ。リヴァ、拠点を作ってもらえるかい？周囲に巨人がいないか確認したい。ああ、任せておけ。巨人確認、全速力でかけろ。戦闘開始するぞ。あれ、まだまだ。これでどうだ。やったか。よし、この調子だ。この先も可能な限り巨人との戦闘を避けて進む。なんだか悪い予感がします。近くに巨人がいそうな気配というか。巨人がいそうな気配か。総理に余力があれば拠点を設営したいわ。確認しました。こちらに接近してきます。三者の予感が的中したな。よし、経路を変えて進むとしよう。ここに拠点を。俺も負けちゃいないぜ。
いざ脱出しました。巨人を討伐し、他の者と共に撤退しろ。これはこれで、もっと時間を稼ぐ。村人がいるかもしれない。
俺も負けちゃいないぜ。俺たちも散らばるぞ。イケメン隊長、無事でいてくれよ。
ってください。もう大丈夫ですよ。何が？それはちょあれ？ああ！嘘でしょ！そんな待ってくださいよ！さあ走ってください。大丈夫ですから。なんで？あなたを助けてくれる人は必ずいる。さあ行って。走らんかい！実際はこの曲嫌いだ。
私に先生に言ってしまうなんて。よし、これで橋は通れるようになったぞ。よかったです。あと少しで巨人のいる一帯を抜け出せますね。手が足りない。一緒に戦ってくれ。感謝する。しかしこのまま戦うのは厳しそうだな。俺が何か手を打っておこう。私は拠点を作っておくから。
らにも声をかけに行かねえと。そこの調査兵、悪いがここは頼めるか。え、他の村にも？俺たちの任務はこれで終わりじゃないんですか？ここで殺せ。こんな時にあんな大方の巨人が。でもやるしかありませんね。戦いそうだな。であればこの先にいる駐屯兵団の加勢に入ってくれるか。どうやら東防衛線が押し込まれているらしい。準備ができ次第すぐに出発するぞ。あの、必ず今回のお礼はしますので、食べ物以外でまた生きて会いましょう。必ず。なら何でも構わん。すぐに出撃してもらうぞ。あんたは確かトロストプ奪還作戦の時にいた。助かった、心強いよ。貴様らも早く配置につけ。グズグズしている暇などないぞ。はっ、巨人はここで何としても食い止めないと。トロストプで死んでいったみんなにも申し訳が立たないから。力を貸してくれ。頼もしいね。期待させてもらうよ。さあ
一匹たりとも投資はしないよ、巨人ども。防衛線の完成まで時間を稼ぐんだ。行くぞ。この戦争で進行拠地を完成すれば、今度こそ死ぬよ。やだ。巨人が邪魔で拠点の補強ができん。誰か手を貸してくれないか。味方さん助かった。すぐ拠点の補強にかかる。この調子だ。防衛線の展開を急げ。巨人の進行をこの地で食い止めるのだ。リコハンちゃん、お待たせします。拠点の準備が整ったか。これで防衛線の撤回は完了だ。この防衛線より先に巨人を進ませてはならんぞ。拠点を有効に使って巨人を退けるんだ。補強しなきゃならないのに、これどころじゃない。食われちまう。すまない。これで拠点を補強できる。
たちの任務は壁の破壊箇所の特定なんだが、巨人が邪魔で進めねえんだ。すまないが、手を貸してくれるか。
告します。大型の巨人が数体こちらに迫ってきております。今さら押し返されてたまるか。おい突撃、また閉まってるぞ。隊長自ら、よし、いいぞ。かなり近づいたはずだ。未だに一匹も巨人と遭遇しない。おかしい。行きますよ、リコ班長。この調子ならこの防衛線も維持できます。いや、巨人の恐ろしさは数の力だ。さらに巨人が来たらここも突破されてしまうだろう。あんたはどう思う？この状況。まったく楽観的だね。私は何か薄気味悪いものを感じるけど。ここはもういい。今のうちに調査兵団に合流しておけ。待て、コリー。
の家だ。こいつ動けないのか。じゃあどうやってここまで来たんだ。妙だな。誰か死体を見たか。いいえ、見てません。全員逃げたんだよ。きっと巨人を発見したのが早かったんだ。そうか、そうですよね。誰もいない空き家を巨人は壊したのか。それになぜ馬が残っている。松明の調達は済んでいるな。出発するぞ。今は任務に集中しろ。ありえないんだけどさ、あいつなんか母ちゃんに。ここに今がどんな状況か分かってんのか。俺たちの働きが何十万人もの命に影響してんだぞ。兵士なら今最善を尽くせ。ああ、そうだ、その通りだ。南藩はその後も捜索を続けたが、破壊箇所を特定できぬまま、逆方向から壁沿いに南下してきた七葉たち西藩と合流した。長時間にわたる捜索のために疲労も限界に達していた調査兵たちは、ボールローゼにほど近い古城ウトガルド城で休息を取ることにした。出発は日の出の4時間前だ。我々が交代で見張りにつくから、新兵はしっかり休んでおけよ。もし本当に壁が壊されていないとするなら、巨人はどこから侵入してきているのでしょうか。もしかしたら当初想定したほどのことにはなってないんじゃないでしょうか。ああ、確かに巨人が少ないようだ。壁が本当に壊されたにしてもね。それを突き止めるのは明日の仕事だ。今は体を休めることに努めろ。おい、ところでお前の方はどうだったんだ。いろいろ走り回って大変だったろ。すごいね。私もあなたを見習わなくちゃ。休む前にもう少し情報交換をしておこうか。特に君はいろいろと見てきたようだし、状況を聞かせてくれ。コニー、お前の村はどうだった。壊滅した。巨人に踏み潰された跡だった。そうか、そりゃ。でもみんなうまく逃げたみたいで、それだけは良かったみたいだ。ただずっと気になってるのが、俺の家にいた巨人だ。自力じゃ動けねえ体で、なぜか俺の家で寝てやがった。そいつなんだか母ちゃんに似てんだ。ありゃ一体。コニー、まだ言ってんのか。お前はお前の母ちゃん巨
チビなんだよ。おい、おう、うるせえな。バカらしくなってきた。その説が正しければお前の父ちゃんも巨人なんじゃねえのか。じゃねえと、ほら、できねえだろ。うるせえ、クソ女、もう寝ろ。うん、そうだね。ゲルダーさんの言ってた通り、今は体を休めなくちゃ。さて、おしゃべりはこのくらいにして、君たちはもう休んでくれ。Remember who you are. Remember. Now, it's your turn. 全員起きろ。屋上に来てくれ。全員すぐにだ。明かりが出てきて気がついたら。なんでだよ、なんでまだ動いてんだ。日没からかなり時間が経ってるのに。どうなっているの。おい、あれを見ろ。敵、なんだあいつは。巨人っていうか、あれは獣じゃねえか。なあ、あいつ壁の方に。おい、待て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 待ってくれ。ふざけんじゃねえぞ。チンペイは下がっているんだよ。けど君には戦ってもらおう。ここからは立体機動装置の出番だ。行くぞ。まずは塔の周りの巨人から片付けようか。すまない、頼んだよ。ふざけやがって、やるしかねえってのか。休め。塔には無防備な神兵たちがいる。あそこだけは絶対に守りきらなければ。救援要請を確認。私が向かいます。休むことはない。いざ。これで塔の周りの巨人は大体に傾いたね。さすが調査兵だ。他の兵士とは訳が違うってことか。この調子だな。あれは、後ろからまた巨人の群れが近づいてきています。休む暇もねえってのか。できるかさ。これじゃキリがない。捕まるかよ、この薄なのが。ゲルダー、今のは危なかったろ。あれが俺のやり方だ。今のちゃんとトーマス補佐に数えとけよ。たくましいね。覚えとくよ。助けなさい。さん、ありがとう。おかげでなんとかなったよ。ここからは私も手を貸そう。やったか。救援要請を確認。私が向かいます。この巨人、邪魔しやがって。このままでは塔の防衛に向かえないと。これで塔の守りに専念できる。この調子で任せな。
ででかいのはあらかたやったぞ。この塔のおかげだね。こんな好条件で戦えることなんて絶対ないよ。いや、なんとかしのげそうだな。あれはなんだ。壁の方角から投石だと。このまま全員で固まっていては危険だね。一旦散開し、各自塔の防衛に当たるぞ。この君は塔の周辺に迎撃用の拠点を設営してくれ。分かってたよ。この壁の方に歩いていたこの獣の巨人の仕業か。いざ休みに倒れる。ここに拠点を。巨人は何とかなりそうだね。あとは投石をどうにかしないと。
戦を。この獣みたいな巨人がこっちに向かってくるぞ。まずいじゃねえのか。いや、この機を逃すではねえ。あいつさえやっちまえば投石は止まる。刃もガスも限界だ。お前もその長倉が最後なんだろ。ああ、でも最後まで諦めるわけにはいかないさ。この調子だ。巨人が引いてくぞ。まあ、やったのか。いや、巨人はまだ無用にしてるぜ。こいつは、もう。もう、どうか持たねえな。俺にしちゃ、よくやった方だと思ってる。すまね、お前ら、もう力入んね。おい、まだ来てんのか。よかった、無事で。先輩たちが、やられた。よっしゃ、クリスタ、もう塔が崩れそうなんだ。落ちちまうぞ。でも私たちの身代わりにナナマさんが、ゲルガーさんが。くそ。壊れるのを待つしかねえのか。もう何かやることはねえのかよ。くそ、くそ、こんな任務も中途半端なまんま全滅なんて。私も戦いたい。何か武器があればいいのに。そしたら一緒に戦って死ねるのに。クリスタ、お前まだそんなこと言ってんのかよ。彼らの死を利用するな。あの長官たちはお前の自殺の口実になるために死んだんじゃねえよ。お前はいつもどうやって死んだら褒めてもらえるかばっかり考えてただろ。違う、私はクリスタ。
こんな話もう忘れたかもしんねえけど、たぶんこれが最後になるから思い出してくれ。雪山の訓練の時にした約束を。懐かしいな。もうやりたくねえもんだ。雪山での訓練中に倒れたダズを私が親切にも崖から下ろして基地に届けてやった時の話だ。あの時お前は私に聞いたよな、どうやって崖から下ろしたのかってさ。私はそれにこう答えた。教えてやってもいいが、その時はお前も元の名前を名乗って生きろと。ユミル、一体何をするつもりなの？私たちを
命がけで守ろうとしてるから。このままだとまずいか。ユミルのやつやられちゃうんじゃねえか。死ぬなユミル、こんなところで死ぬな。こんな塔を守って死ぬぐらいならもうこんなもんぶっ壊せ。本当に壊しやがった。いいぞユミル。新たな巨人の群れがウトガルド城跡に接近しています。
私の名前ヒストリアっていうの。